にょん。どこでもスカートで旅するチールです。今回は韓国ソウル旅、美味しい韓国グルメにおしゃれなカフェ、そしてショッピングを満喫してきました。はい、インチョン空港到着です。今回はね、地方から来る友達と現地で待ち合わせしてるんですけど、飛行機遅れてるみたいなので、ちょっとご飯とか食べて待ちたいと思います。すごい、空港にこういうのがあって、スマホをね置くだけで充電できます。購入したのはキンパなんですけど、ちょっとね私が思ったキンパと違いますね。あとお吸い物がついてます。これで9000ウォン。よし、意外と出しきってる。見た目ねちょっと外したかなと正直思ったんですけど、意外と美味しい。じゃあ友達来たのでタクシー拾って出発します。はい、友達と合流しました。今回は、前にね京都で一緒に動画協力してもらったかなちゃさんと一緒に韓国楽しみます。あんにょーん。あんにょーん。イエッポヨー。けんちゃなよー。イエッポヨー。ノリいい。というわけで最初にねまずホテルに荷物を預けて、そのまま今日はショッピングに向かいます。今日行くのはロッテマートですね。ロッテマートは韓国の、全国各地にある大型マートなんですけど、まあ、生鮮食品だったり日用品だったりはもちろんあの地元の方も使うんですけど、お土産とかね化粧品もあるので、すごい観光客にも人気なんですよ。韓国来たら買うものって大体決まっちゃってるし、友達にね頼まれてるものもいっぱいあるので、忘れないうちに今日ショッピング済ませちゃおうと思います。ホテルに荷物を預けて早速ショッピングに出発です。というわけでやってきました、韓国の出発時も到着時も必見のスポット、ロッテマートゼータフレックスソウル駅店です。今回ね行くロッテマートはソウル駅にあるので、主要観光地を訪れる前や韓国旅行を終えて帰国する前のショッピングにとっても最適なんです。こちらのゼータフレックスはロッテマートの未来型マートとして2023年にリニューアルオープンしました。ソウル駅のすぐ隣です。じゃあ入ってみます。すごっ、でっか。あ、めっちゃ広そう。こんな感じになってるみたいですね。2階が、まあ、食品だとか日用品化粧品とかお土産もあるから、多分ねここメインに見ていくことになるのかな。3階にもねなんかいろいろおもちゃ屋さんとかペット用品とか家電とかいろいろ売ってますね。4階はまあ駐車場とか屋上庭園とかだからまた違う感じかな。で5階から6階は完全駐車場です。じゃあショッピングの前にこちらでイズルカードの引き換えというのを行います。イズルカードっていうのは外国人向け交通系プリペイドカードなんですけれども、50万ウォンまでショッピングに使用できるんです。でオンラインだとねあのクルクさんとかで購入できますし、オフラインだとソウル駅のゼータフレックスキオスクでも購入できます。で私はもうオンライン購入してるので、こちらのゼータフレックスのセルフサービスキオスクで、引き換える感じになります。じゃあこのバーコードカード受け取りというのを選択します。でもうこんな感じでねあのバーコード来てますので、こちらを見せるだけですね。バーコードスキャン。お、もうできた。早っ。すごい、できた。あっという間。めちゃくちゃ簡単にできたし、すごい可愛いんだけど、キラキラ。これにね、あのお金を入金して使います。で、ロッテマートイズルカード購入者限定特典というのもあり、ロッテマートクルックでの限定特典で3000ウォンプレゼントです。で現金相当特典は全ての、ね、割引とかを合わせると購入金額の 85% オフということでとってもお得です。割引があるのも嬉しいし、この後の移動もスイカみたいな感じで使えるからとっても便利です。旅の最初に作るのがおすすめで、日本語対応してますし、こちらのねバーコードカード受け取りというところで予約画面のバーコードを見せるだけでもうカードが出てきます。はい、というわけで見ていきましょう。すごい広い。まずここ生鮮食品のコーナーですね。すごい、果物とか美味しそう。かなり大型スーパーって感じですね。なんか長期滞在の人だったらね、こういうところで食材とか買ってキッチン付きのホテルとか取ってもいいかもね。見てこの葉野菜全部緑。こういうのがね売ってるのすごい韓国っぽいね。
わあすごい。あ、やっぱり韓国っぽい食材多いね。お肉も美味しいんだろうな。あ、あれとかめっちゃ韓国。ほらこの辺、こういうのもお土産にいいよね。美味しそう。すごい賑わってますね。やっぱりこの辺りはね、あの生鮮食品が売ってるので地元の方が多いのかな。わあめちゃくちゃ美味しそう。韓国のこのおかずいいね。こういうの買って部屋で飲みながら食べても楽しそう。キムチ美味しそう。タコ、うん、マシソよ。持って帰る、大丈夫です、うん、じゃんじゃん。めちゃくちゃくれる。うん、マシソよ。こんな感じで韓国海苔もね、もう韓国中の海苔が集結してるんじゃないかっていうぐらい種類があります。これが一番美味しい。買って帰ろう。味見どうぞ。味見もあるんですか。うまさよ。うん、美味しい。マシソよ。うん、どういっぽよ。うん、トウモロコシ、これじゃがいも。あ、美味しい。ワンプラスワンだから1個買うと1個ついてくるんだ。あ、じゃあさ、どれ買う、どれ買う、うん、みんな大好きラーメンゾーン。すごいね、これも量が。もう本当にね、ドッテマートに来たら揃わないお土産はほぼないんじゃないかなっていうぐらいですね。あ、人気の辛ラーメンもたくさんあります。あ、これかな、ね、カナチャソがさ、美味しいって言ったのこれだよね。チャプチェ、このチャプチェ、オットギヨナルチャプチェ4袋入り、本格的なチャプチェが食べられるらしい。じゃあこれは買おう。なにこれ、あ、チャプチェ、はい、ちっちゃい。すごいね、この試食が多いっていうところもかなりポイントですね。で、ロッテマートに来たらね、必見なのがこの K フードゾーンコーナーです。こんな感じでね、韓国で人気の食べ物がずらーっと揃ってるね、コーナーがあるんです。私もね、お土産とかはもうほとんどここで調達していこうと思います。すごい、何これ、なんか韓国系かな。あ、この2つとっても人気のお土産。なんかね、これ韓国を代表するランドマークのパッケージになっているので、まあやっぱりお土産としてね、特に外国人観光客向けに人気のお土産みたいです。かわいい。ロッテペペロの人気の6種類の味が試せるみたい。わ、まだまだお菓子コーナーたくさんありますね。すごい、どれも美味しそう。あ、これもね、すごい人気のチョコもちパイみたいなお菓子なんですけど、これね、ロッテタワーがパッケージに入ってるので、これお土産にすごいいいです。このカフェスタイルマーケットブラウニーっていうブラウニーもすごい人気で、いろんな味がありますね。これもソウルらしいパッケージだ。これいいね。 K フードゾーンにね、突入した途端にすごい日本人の方もたくさん見かけました。やっぱりお土産買いにみんな来るんだね。あ、これも買っとこう。これね、よく買うパックなんですけど、めっちゃ潤うんだよね、人気。なんだっけ、ファフェビューティーアワードのフェイスマスク部門のランキングで2年連続1位だって。わ、これはマストバイだね。これは私前回ね、韓国来た時買って、今回も絶対買おうって決めてたんですけど、この歯磨き粉めちゃくちゃおすすめ。ホワイトニング効果が高くて、で、このパケがめちゃくちゃ可愛いんですよ。チョコレートみたい。もうお土産にもね、すごい喜ばれるので、これはもう絶対買って帰りましょう。ピンクってここ限定なんだって。え、これちょっといいな。これ最初チェックしてなかったけど、まあ、このニードルショットってね、今めちゃくちゃ日本でも人気で、こう針が入っててね、お肌を再生してくれるっていうコスメなんですけど、私も使ってて、ピンクバージョンは初めて見た。買ってこうかな。日用品なんかもね、揃ってますね。このね、食材だけじゃなくて、お土産っぽいものとかね、コスメも揃うのがいいですね。あ、これ気になってたやつ。なんだっけ、トルコ産ザクロと低分子フィッシュコラーゲンとかが入ってるんだったかな。これ、あの、インナービューティーのアイテムとして絶対買おうと思ってたやつなんで、こちらも買ってきます。いやー、めっちゃ買った。じゃあ、お会計します。いや、これさ、スーツケース入んないから郵送するわ。ここもね、このイズルカードで支払いします。で、さらに嬉しいのがですね、1万5000ウォン以上購入するとタックスリファウンドのサービスを受けることができます。で、こちらでね、レシートを見せて、
伝票を発行してもらって、最後に空港の時にタックスリフォームの手続きするっていう感じですね。タムサムニダー。でタックスリフォームの手続きの際に10万ウォンの超えたお買い物をしていたので、こちらのショッピングバッグいただきました。めっちゃ可愛いねこれ、緑で、しかもすんごい入んの。この街がすごくない？こんなにこんもり買ったお土産もすっきり入りました。このタックスリファウンドのサービスを受けるにはパスポートが必要なのと領収書の確認があるので、そちら持ってこちらにお越しください。いや買いました。もう韓国はね、欲しいものが大体決まっちゃってるので初日にまとめて買っちゃいました。でさすがにね、この量はスーツケースに入らないぞということで、ここにはね国際スピード郵便のサービスもあるので郵送しちゃおうと思います。休業日はね、営業時間等あるので事前にしっかりチェックしていただければと思うんですが、この国際スピード郵便あるのめちゃくちゃ便利ですよね。これはねゼータフレックスソウル駅前店のみのサービスとなります。はい、というわけで配送完了です。もうあとは身軽に旅できます。めちゃくちゃいいサービスですね。だいたい3日から5日ほどで届きます。いや買った買った、楽しかった。でも初日にお土産買い終わっちゃったから、明日からはねもう人のお土産とか考えずに自分の買い物だけっていうのが最高ですね。で今回はね初日に買ったけど、まあ、もちろんね帰る日にお土産を買って帰るっていうのもおすすめです。あーじゃあもう結構いい時間になっちゃったな。ご飯食べに行きたいと思います。トンデンムンにやってきました。今日はホテルがトンデンムンなのでこの辺りでご飯食べようと思います。この辺りはね夜遅くまでやってるとか夜遅くからやってるショッピングモールとかも結構あるので、ご飯屋さんもね比較的遅い時間までやっています。何食べよう、めっちゃあるねお店。めちゃくちゃあるねー、お腹すいた。でもやっぱさ韓国初日だから韓国グルメはマストだよね。マストですね。わー肉もいいね。あプルコギ、あプルコギもいいね。じゃあ今日はこちらでプルコギをいただくことに決定しました。なんか美味しそう、しかも結構店にぎわってる、なんかテレビでも紹介されたみたい。すごい店内にぎわっています。いい匂いする。プルコギ18,000ウォン、1800円安。あともちろんビール。私このスタイルのプルコギ初めて食べるかも。めちゃくちゃ美味しそう。野菜もいっぱい取れていいね。なんかこういうキムチとかね、なんかつまんでちょっていうセットがいろいろ来ました。わぁ美味しそう。美味しい。なんかこんな感じでなだらかになりました。おやつ。いただきます。美味しそう。お肉食べたかった、ね、しかもこの薄めの肉が食べたかった。このプルコギスタイル新しいね。おいしい。なんか甘すぎない、ね、うん、お肉もめちゃくちゃ柔らかい。うん、さっぱりしてる。ほんと全然脂っこくない。こういう葉っぱに巻いて食べても美味しいのかな。あ、いいね、やってみよう。でこのえのきとかさ、ネギもたっぷり入ってて、いいね。いい、めっちゃ、葉っぱに巻いて食べても美味しい。春雨。うん、うん、韓国の春雨美味しい。なんか味が濃すぎなくてプルコギの概念が変わったかも。美味しいです。じゃああとはゆっくりいただきます。本日はこのホテルスカイパークキングダムトンデンムに宿泊します。ヒュンダイシティデパート直結のホテルです。はい、帰ってきました。もうね目いっぱいお買い物してご飯食べて遊んだのでホテルでのんびりしようと思います。じゃあルームツアー行ってみよう。今回のお部屋はですねこんな感じでございます。え、かわいい。なにこれ、星の王子様ルームかな、これもしかして。めちゃくちゃかわいい。そして広いです。逆サイドから見るとこんな感じ。え、かわいい。壁めっちゃかわいい。2人で来たんですけどなぜかトリプルベッドルーム。枕元にコンセントもあります。でベッドサイドにちょっとしたくつろぎスペース、なんか荷物広げられるスペースもめちゃくちゃたくさんあって、あとテレビがありますね。そしてひたすら長いデスク、ここもかなり物置けそう。広い。
あ、でコンセントはね、日本のものがそのままさせるタイプもついてます。でこちらに、まあ、ティーセットですね。お、コーン茶かな、これなんか置いてあります。ポットとか紙コップもあります。はい、そして下に冷蔵庫があってですね、ちょっとさっき荷物を置きに来た時にも飲んじゃったんですけど、水も3本入ってました。これサービスです。でスリッパがあって、こんな感じでクローゼットになっていて、バスローブもあります。ティヤティヤしててセクシーなバスローブですね。でさらに横にもう一個クローゼットがあって、全身ミラーもあります。あ、ちょっと足疲れて裸足なのバレちゃった。で下にセーフティーボックスもあります。で、景色こんな感じで、もうトンデンブンの街を見下ろすことができます。目の前にね APM があるんですけど、本当にね夜のショッピングにとてもいい立地なんです。でこちらがお手洗いと、奥にシャワールームがありますね。でレインシャワーと可動式のものがあって、シャンプー、コンディショナー、ボディーウォッシュもあります。でさらにさらになんと、もう一箇所ね、こっちにも洗面所とバスタブがついてます。洗面所もとっても清潔感がありますね。鏡も大きい。ヘアドライヤーとこういう動かせるミラーがついてます。あ、バスタブもしっかり深さがある。こっちにもシャンプー、コンディショナー、ボディソープがあります。あ、でここにもシャワーあるので、水圧チェック行ってみましょう。あ、こんな感じ。え、なんかあ、すごい、初めて見る水圧。何これ網目状になっていますね。で強いです、水圧も。わ、すごい、言うことなし。何この水圧動画に映ってるかな。なんかもう美しいです。なのでね、バスタブとシャワールームで、あの友達と来たら同時にね、もう疲れたからお風呂入っちゃうっていうことも可能ですね。すごい、ここいい。なんか広いからね、洗面所とかも2人いても苦にならなくて、デスクも広いしね、あの女子旅にめちゃくちゃおすすめです。で Wi-Fi もね、ダウンロード、アップロードともに爆速です。はい、今日も歯ブラシがでかくない、持参したのでジャストフィットです。じゃあいきまーす。 0.8 ロールでした。というわけでね、今回は持参したリカバリーウェアも来たので、もうポカポカです。じゃあ可愛いベッドルームでおやすみなさい。アンニョン。アンニョン。ソウル2日目、デイ2。今日はね、あのソンス、ソンスエリアに行きたいと思います。今日はあのおしゃれショッピングデイです。買い物するぞ、イエーイ今日もめちゃくちゃいい天気です。はい、大人気のカフェオニオンにやってきました。カフェオニオンは工場を改造したヴィンテージ系の無機質カフェです。パンは人気ショップブレッド05のものが提供されています。何これ、かわいい。どれも美味しそう。コーヒーはバリスタが作り、カフェメニューの味も良いそうです。コーヒー豆などのおしゃれなお土産もありました。ねえ、かわいい。これやん、これ。あ、これそのパンだね。え、かわいい。席は1階が室内で、2階にねテラスもあるみたいなんですけど、私たち寒そうなので店内にしました。一番気になったやつ、アボカド。あ、すごい、こんな感じだ。あ、すごい、お砂糖がまぶされてるけど、中はこういうスポンジだ。うん、あ、おいしい。めちゃくちゃ思ったより甘すぎなくて、なんか生地がおいしい。中ふわふわだけど、外はちょっとね香ばしさがある焼かれ方というか、それに砂糖がまぶしてるけど、それも甘すぎなくてめちゃくちゃおいしい。うん、すごい、ほんとだ、こういう感じ。うん、やばい、やばい。これ食べた後からのこれがいい、やばい。うん、塩味がアボカドと明太子なんだけど、なんか日本でもそういう組み合わせあるけど、すごい優しめ。マジで、うん、でもマヨも効いてて美味しい。塩パン
おいしい。さっぱりめだね。でもちょっとバター切れて美味しい。うん。じゃあショッピングしに行きます。ソースはなんかおしゃれなショップが多いみたいで、おしゃれかなちゃんがいっぱい選んどいてくれたのでついていきたいと思います。じゃあこちらのショップ見ていきます。こんな感じでセレクトショップなのかな。店内とっても広いです。かなちゃんは早速食いついてます。めっちゃ可愛いですね。すごい靴もずらっとあるね。ここにも靴全然買えそうじゃない。今日はショッピングです。え、かわいい。え、かわいい。あ、かわいい。え、ニット帽欲しい。生地感がかわいいな、これ。え、これかわいい。帽子かわいいな。韓国っぽい。かわいいダウン。これで2万5000円ぐらいかな。大人ピンク。え、めっちゃかわいいのが多い。え、これもかわいい。どうしよう、爆買いしちゃいそう。ピンときたので1店舗目から速攻買っちゃいました。そう、ね、韓国っぽいよね。なんかこういうあんま日本にないやつ買いたい。全然ない。ね、ないよねこれ。日本で被ってても大丈夫これ。え、濃い濃い。あ、本当おしゃれなんでしょう。かわいいよね。ソース初めて来たんだけど、おしゃれなカフェとかショップが本当に多くてすごい楽しい。マティンキム見ます。すごいちっちゃい店内にたくさん入ってますね。かわいい。韓国来るとゆるカジュアル着たくなる。小物もかわいい。バッグもかわいい。かわいい。また帽子買っちゃいそう。買いました。帽子ばっか買っちゃう。ラドゥールに来ました。かわいい。お風呂みたいになってる。店内もかわいいし、すごいいい香り。かわいい。すごい奥もバスルームになっててかわいい。これはヘアケアいいかも。これあ、これもいい。かわいい。チャーム、タオルとかもかわいい。トイレ行きたすぎたので、たまたま見つけたカフェで一休憩です。うん、カフェラテ。たまたま入ったけどかわいい。ガスト方式ね。ソースはね、あの公衆トイレとかがないので、トイレ行きたいときはカフェに入らないとですね。今日はひたすらお買い物でなんですけど、帽子しか買ってない。でも最初に見た無審査スタンダードのダウンが気になるので、やっぱり買っていこうかなと思ってます。じゃあなんだっけ、コーナンって書いてカンナム。カンナムです。次はカンナムに移動します。でちょっとね、お昼ご飯過ぎちゃったんですけど、そろそろお昼食べに行きます。もう夕方。いや、ご飯、夜ご飯も食べるよ。確かに食べよう、ね、飲みにも行きたいし。あー、どぐらい買った。結構買いました。結構買ったね。しかもお揃いのものも買いました、ね、嬉しい。いつ着る。着たい。夜着る。あ、今着よっか。じゃあだいぶ遅めのお昼タイムにします。なんかすごい有名なところで日本の芸能人もたくさん来てるみたい。すごい。夕方の4時で満員、大人気。ここはユッケが美味しいみたいです。この韓牛ユッケビビンバ2万1000ウォン、これにします。いろいろ出てきました。キムチ系届きました。ユッケビビンバめちゃくちゃ美味しそう。韓牛の生肉。ご飯は別途添えられてます。辛そうなスープもついてます。混ぜ混ぜして食べます。美味しそう。うん、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 ギラマシソよ。めちゃくちゃ美味しいね。肉の味が美味しい。お肉はもちろん美味しいんだけど、なんかごま油も効いてるし、でもなんかガツンと濃いわけじゃなくて、すごい程よい。
ね、し塩もね、塩の加減がちょうどいいよ。めっちゃ美味しい。うん、チゲもいただきます。はい、あでも温まるね、美味しい。うん、やば、美味しい。味噌汁チゲって感じ。なんか今回の韓国ご飯全部当たりかも。副菜がたくさんついてるのもいいよね、韓国。うん、この箸めっちゃ苦手なんだよ。難しくない、これ。重い重い。キムチ食べ放題。うん、これ美味しい。ニンニクの芽、うん、大満足、ごちそうさまでした。ちょっと目当てのものので、タクシーでこちらまで来ました。意外とカンナム広いんだね。さっきのね、ご飯屋さんからタクシーで結構かかりました。1000円ぐらいで来れた。ちょっとお目当てのバズってるデニム、なんかね、パッド入ってるんだって。これ、あ、ほんとだほんとだ。これ欲しい、これなら多分欲しいやつ。デニムいっぱいある。全部ついてんのか、どれも。どれでもいいのか。どうしよう。どの季節に履くかによるよね。何色にしよう。オールシーズンがいいな。まあ、それなら、これとかオールシーズン？この色だと。あ、全然オールシーズン。そうだよね。これはもう夏って感じ。そうだね。オールシーズンがいいな。何これ？お尻のヌーブラ？でも私、このサイド張ってるタイプだから、こんなの張ったら目も当てられないんだけど。無理、こんなの張ったら。上の階はトレーニングウェア系かな？ツイッターで流行ってた。でもこれなんですけど、ちょっと私の体型には合わなかったのでパスします。最後にタンバリンズ見ていきます。あ、広くてすごい見やすい、このタンバリンズ。これすごいんだよ、動くんだよね。本物かと思うよね。すごいよね、これ。いい香りが多い。ね、いいよね。チャーム付きのミニハンドクリームが欲しくて来たんですけど、売り切れてた。この練り香水のチャームと、あ、リップのやつも売り切れだ。かわいい。新作のイブニンググローがすごいいい香りだし、ピンクでかわいい。じゃあちょっとホテルに買ったものを置いて、これからご飯です。今日はね、市場の方でご飯食べようかなと思います。トンデムンのこのホテルから歩いて15分ぐらいのところに、あれなんて読むんだろうな、ヒロクラ市場みたいな、うんうん、ね、ちょっと読み方後で調べて書いておきます。はい、そちらに行っております。あ、でももう屋台だね、めっちゃ雰囲気いい。あ、私チヂミ後で食べたい。あ、おでんもトッポギも食べたい。食べたい。意外と狭いんだね。いいね、屋台。私大好きなんだこういう屋台。というわけで一番人気っぽいので並びます。このドーナツのキャラクター。すごい、生地からここで作ってる。現金のみみたい。めっちゃ美味しそう。イエーイ。カムサハムリだー。揚げたて。揚げたて。美味しい。美味しい。あ、ちょっとカリカリで、シナモンとお砂糖の感じ、うん、超美味しいよね。これはうまい。食べてください。ここは、あ、ここはおでん。ここはじゃあここにしよう。入ってみよう、おでん食べよう。いいね、屋台。こういうのが行きたかった。ビールと韓国おでん、そしてトッポギです。乾杯。韓国おでん、うん、めっちゃいいだし。この油揚げみたいなやつ好き。めちゃくちゃ染みてます。ちょい辛で美味しい。ちゃんと美味しいし、雰囲気もいいのでとても最高です。あ、美味しそう。あ、屋台だ。え、でも中でも食べれるんじゃないの。チヂミ食べます。いただきます。うん、ハッシュドポテトみたいなチヂミ。なんか日本のもちもちしたチヂミとは全然違うかも。本当にチヂミなのかな。でも好き、これ。
具はそんな入ってないかな、生地感を楽しむっていう感じ。ただ閉店間際で店員さん同士で入れるか入れないかの論争が起きてて、10分で食えたのことなので急いで食べたいと思います。はい、屋台満喫しました。だいたいね10時半ぐらいで閉まるってことで、ぼちぼち閉まり始めたので、タンデムの方に戻ります。美味しかった。美味しかった。でもマッコリ飲みたい。マッコリ中世よ。じゃあ締めはトンデンムンのホテル近くのこの屋台にします。結構広くて雰囲気いい ね、こういうとこいいね。わいいね雰囲気。なんだろう、マッコリー。あ、コップはこういうこういうね、いいね。マッコリ中世よ。チャプチェキンパラストナイト乾杯。あ、ビタンさん美味しい。うん、たくあんの食感がいい。キンパ美味しい。美味しい。うんうん、あんたくあんし美味しい。めちゃくちゃいい味付け。うん、どっちもごま油の香りがいい感じです。ハンバーグ、ね、本当に美味しい、本当に美味しい、うん、日本人かわいい、綺麗もう最終日だね、うん、あっという間の弾丸です。今回ひたすら買い物とご飯だったね。うん、マッコリ美味しい。マッコリ美味しい、うん、大人のヤクルト。チャミするよりは、うんうん。じゃあ最後にこのトンデンムンのドッタモールで駆け込みショッピングします。駆け込みでオリジナルのねナイキのあのパーカーとかスウェットが作れるってことで、それがどうしてもやりたかったので来ました。まず素材を選びます。フーディーにしようかな。じゃあベースグレーのフーディーにしようと思います。じゃあ次にワッペンを選びます。いっぱいある。どれにしよう。あ、ピンクとか入れたいの。かわいい、これ。これ入れよう。あ、クマちゃんかわいい。これも候補。ちょっと真剣に選びます。え、センス問われる。かなちゃそう。今別行動中だから。ジャストドゥイット。とりあえず気に入ったものを絞ろう。このウサちゃんかわいいんだけど、ニュージーンズに特に思い入れがないからちょっと迷うね。韓国語のナンバーかわいい。飛行機かわいいな。これ入れようかな。かわいい。じゃあ出来上がったらお見せします。途中でわけわかんなくなってきて、かなちゃんに手伝ってもらってなんとか完成しました。10分ぐらいで出来上がるそうです。え、ちなみにここね深夜0時までやってるので、あのナイキ間に合わなかったよって方も駆け込みで買えるのでおすすめです。ちなみにその待ち時間にアルパカのなんかカバンにつけるチャームも買いました。じゃあ出来上がったらまたお見せします。完成です。はい、購入品並べてみました。いや、これ全部自分のです。今回ね、初日にロッテマートでね、友達のお土産とか、まあ、食べ物系もね、欲しかったものとかもすべて買って、あとサプリとかもね、買ってたので、これね、これだけ買ってもスーツケースに残りはしまって帰れます。やっぱ初日にね、買い物を済ませておいて大正解ですね。先ほど作ったナイキのオリジナルセットアップはこちらです。こんな感じで、ワッペン。二重、これかなちゃその案です。で、ここもね、これはね、あの4つ好きなワッペン選んで、これもね、てんやわんやしてたらかなちゃそがバランスを考えてくれました。で、後ろかわいいの大型プリント Just do it です。かわいい。そしてパンツですね。パンツどこだっけ、こっちか。はい、ここにワッペン貼ってます。これもかなちゃその案です。かわいい。かわいいよね。かわいい。あとここ、私の誕生日219入れてます。全部で、22万ウォンぐらいだったかな。このセットアッププラスステッカーとかプリント代が加算されるっていう感じです。でもオリジナルのナイキを作る機会はもうね一緒に一回しかないかなと思ったので、思い切ってもう気にせず課金しまくりました。大満足。今回買ったのは、このラドゥールって読むのかな、の
ヘアケアアイテムですね。香りも良くて、髪にもいいっていう。あと、私が普段ね、超愛用してるアノブのトリートメントと、アウトバストリートメントスプレー。あとは、あ、これもラドゥールのヘアオイルか。お菓子ですね。海苔のお菓子追加で買いました。クーリングマッサージャーに、パック類。これも、まあ、ちょっと日本であんま見ないやつだけ買いました。あと、プロバイオダームのヌルハイフって言われてるクリームと、なんか毛穴に効くアンプル。この辺はインナーケアですね。ビタミン界のエルメスって言われてるビタミンと、酵素ですね。こちらは酵素です。あと、これはなんかね、韓国のアイドルとかも愛用してる3日でむくみが取れるっていうサプリ。あと、日焼け止め。で、アパレル類はこちらですね。帽子2個買っちゃいました。なんだっけ、無審査スタンダードで買った帽子と、マーティン・キムで買った帽子と、マーティン・キムで買ったダウン。これ、カナチャ外オソロ。そして、駆け込みでね、ナイキ待ってる間に買った、アルパカの、カバンとかにつけれるチャームですね。これ本当にモロッコのアルパカの毛を使用してるらしいです。こんな感じで、もう大満足です。というわけでね、もう深夜まで買い物してだいぶクタクタです。今回は本当に買い物とご飯中心の旅でしたね。じゃあ、パッキング頑張りまーす。おやすみなさい。アンニョーン。ソウルデイスリー。本日帰国日です。というわけでね、昨日は結構夜遅くまでパッキングとかしてたので、もうね、ビヨットを食べて、部屋で朝ごはんです。うん。美味しいビヨット。でね、今日はもうこのまま、ちょっと赤すりとかだけ行って、空港に向かう予定です。はい。というわけで、これ食べ終わったら出ます。最後に赤すりをして帰ります。というわけで、都心からは少し離れたお店にやってきました。おしゃれな空間のスパです。コースはこんな感じで、今回は回復というコースにしました。個室で赤すりだけではなく、マッサージやシャンプー、フェイスパックもついてきます。メイクスペースも個室でした。スキンケアアイテムも充実。ドライヤーも完備。終わった後は乳酸菌飲料とお菓子が出てきました。はい、赤すり終わってすっきりです。フェイシャルとかマッサージもついてて最高でした。なんかトーンアップした。じゃあこのすっきりした状態で、空港に向かって帰国します。というわけで最後に今回の韓国旅行の感想を振り返りたいと思います。今回の旅はなんといっても買い物とね、ご飯の旅でしたね。欲しいものもたくさんゲットできたし、美味しいものもたくさん食べれて幸せでした。やっぱ韓国楽しいですね。で、今回のね、買い物の勝敗を分けたのは、やっぱりなんといっても初日にロッテマートでね、ある程度欲しいって決まってたものとか、友達のお土産が済んじゃったことですね。しかもね、郵送しちゃったから、もうスーツケースも余裕がありますし、2日目からはね、本当にゆっくりと吟味して自分の欲しいものだけを購入するっていうことができて最高でした。で、私はね、もう先にその辺の買い物済ましたかったんで、今回初日に買っちゃったんですけど、今回私が訪れたロッテマートゼータフレックスソウル駅店はもうソウル駅にあるので、帰りにね空港に向かう前に立ち寄るのとかにもおすすめです。で、今回私が購入したロッテマートリズルカードの購入者限定特典というのもあるので、詳しくはねぜひ概要欄をご覧ください。ロッテマートはね本当にいろんなものが売ってて、お土産にぴったりな可愛いパッケージのお菓子もたくさんあったりとか、試食もできて楽しいので、ぜひ皆さん韓国お越しの際はロッテマートでお買い物してみてください。というわけで空港に向かいます。帰りは空港までウーバーを使い8万ウォンぐらいでした。じゃあ乗ってもらったらタックスリファウンドの手続きを受けたので、こちらで換金してもらいます。まずね外で機械読み込んでから出国審査を終えて、でさらにね横の機械でレシートを読み込んで、最後にね円を選ぶとタックスリファウンドのこちらで、日本円でそのままもらえるという感じです。最後まで見ていただいてカムサハムニダー。よかったら高評価、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次の旅でお会いしましょう。